おはようございます。孝太郎です。今日もコーヒーを入れていきます。美味しい。今日の目的の桜は真上でした。すごい、めっちゃ立派。僕はざるそばにしたいと思います。前菜が来ました。ざるそばの大盛りいただきます。桜の真下まで来ました。これから咲いていくのかと思ったらもう結構散ってるんですね。いや、今日来れてよかった。まもなく左方向です。マークが可愛いです。フレッシュチーズ、あ、チーズも気になりますね。ヤギさん発見です。あー、ちっちゃい子と、あ、大きい子が出てきた。あー、出てきた。あー、こっちには色のついてる子がいる。わ、近寄ってきてくれた。すごいね、ちびっこちびっこ。